原爆への返事が来とるよ。はい、はい、説明しますから。はい、いつ治るんでしょうかね。これはね、なかなか治らんですよ。長崎市の恵みの丘長崎原爆ホーム、院長の友永正夫さん77歳。原爆は何キロのところで被爆したかな。あれが爆弾を落ちてから翌日、あの長崎来ました。自らも被爆者でありながら、半世紀以上にわたり医師として被爆者と向き合ってきました。まあ、私が主に接した被爆者の方っていうのは、あの白血病になった方が多かったんでね。僕が医者になった頃もね、ほぼ 100% 亡くなってたんですよ。患者さんはもう最初に不治の病だということを宣告されますからね。被爆した上でそれを宣告されるから、やっぱり悲惨なものだったんですね。ここですね、僕らが被爆したところは。ここに大きな日本家屋があったんですよね。75年前の8月9日、生後2歳2ヶ月だった友永さんは、爆心地から 2.7 キロ離れた長崎市西坂町にいました。熱があり、祖父雄三さんが営む医院の2階で寝ていたそうです。11時2分が来て、うさくなって、柱とか梁とかの間にいて挟まれなくて、で急いで抱きかえて脱出して、それからもうものの15分後にはこの一帯はもう大火事ですよね。助け出したのは母美智さん。友永さんを抱きかかえ、火の手を避けながらおよそ500メートル離れた諏訪神社に身を寄せたといいます。当時の記憶はありませんが、状況はすべて頭の中に入っています。後から調査された記録を見ると、死亡率はね、意外と低いんですよ。この住民はね、3%、それから1キロを切ると80、90になってますね。患者さんがどこら辺で被爆してるかとかね、どういう状況だったとかね、放射線の量を知らんといかんですよ。祖父の代から続く医者一族、父正信さんは終戦後、広島や長崎で原爆の後遺症について研究を続けてきました。友永さんもその背中を追うように医師を目指し、長崎大学医学部に入学します。そこで出会ったのが、私があの学生時代は土山秀夫先生は、ここの4階だったかな、病理学教室の、ね、教授でですね。その心を変えさせうるのは、結局私たち市民の力です。2017年に亡くなった被爆者の土山秀夫さん、地球市民集会長崎を立ち上げるなど、草の根レベルでの活動の重要性を説いてきました。土山さんから学んだことが、友永さんの核兵器廃絶運動の原点になっています。この情と理と、これが合わさらなければ、本当の核兵器廃絶運動は成功しないだろうとおっしゃってたんですね。で、我々もそのことをずっと今やってるわけですよね。地球市民集会長崎では、土山さんの次の代表として、国際会議の場などで核兵器廃絶を訴え続けています。医学部を卒業後は、長崎大学の原爆後障害医療研究所に入局。定年退職するまで40年以上、被爆者の後遺症について研究に没頭してきました。ここに原爆被爆者で白血病になった人の細胞もね、蓄えられるね。おそらく何十万人ですよ。2005年、ある病が被爆者の体を蝕み始めていることに気づきました。子どもの時に被爆して50年後、60年後にね、MDS という病気がね、新しく年を取ってからね、出てきたんですね。骨髄異形成症候群
MDS。 原爆の放射線で傷ついた遺伝子によって被爆から数十年後に発症した血液の病気です。一度傷つけられた被爆者の体が完全に治ることがないことが分かったのです。やっぱり遺伝子に傷がついて一生かかってね、発病してくるということは、世界の医者だけじゃなくてね、核廃絶に携わっている人たちにとって もう大変驚きだったわけですよね。でそれはもうまさに非人道兵器だということを証明しているようなところがあるんですよ。70代になって白血病に倒れた被爆者の言葉が今も頭から離れないといいます。やっぱり自分の体の中に原爆の潜んでたという言葉を使われたんですね。これが被爆者の本当の深層心理というかな、本当に認識しましたね。長崎大学の原爆医学資料展示室、ここに被爆者に関する研究の原点があります。自らも被爆しながら救護活動に当たった医師永井隆博士が残した原子爆弾救護報告です。原爆のいろんな面をですね、よく観察してあるしね、被爆者の惨状をよく書いておられてね、で原爆症の最初の記述になるんですよ、医者の記述に。この先生たちから研究が始まったようなもんですよね。結局僕らの研究は終わらなかったんですね。いつか僕は終わるやろうと思っとったんですけどね、間違って、間違いでした、完全に。今も続いてるわけですよ。あの日から75年、未だ世界に残る核兵器。75年の成果とかなんとかいうのは全く僕は言及できないですね。人間が作った兵器を人間が最後に取り除くという作業が残ってるわけですよね。これがあと25年経って100年、原爆100年目で果たして完成してるでしょうかね。それを完成に近づけるというのが長崎市民の大きな役割だと思います。